韓国女優イミンジョンが、寿息を迎えて伝統的な韓国料理を作った。イミンジョンは1日、自身のインスタグラムにジョン。イミンジョン。ハッピー寿息。という文と写真をあげた。写真には寿息を迎え、様々なジョンを焼いているイミンジョンの姿があった。イミンジョンはズッキーニ、ピーマン、マッシュルーム、エビなど、様々な材料でジョンを作った。様々な種類のジョンを焼いたイミンジョンは、自分自身をイミンジョンとダジャレを言って笑いを誘った。ファンはこれだけ多くのジョンを作るのに夫のイ・ビョンホンも手伝ったのかどうか関心を寄せた。一方、イミンジョンは最近放送終了した KBS に週末ドラマ一度行ってきましたでそんな飛躍を熱演した。王女の化粧品が韓国で話題。2016年ファヒョプ王女の墓が発掘。時代劇ドラマ遺産の頑固王様エーソの娘。イソジンの叔母。19歳で亡くなり、娘を溺愛していた王様は王女が使っていた王室化粧品も一緒に埋めていた。最近、韓国の化粧品メーカーが成分を分析し、化粧品を再現。ドラマ愛の不時着がモチーフにしたとされる韓国女優の北朝鮮海域侵入事件の韓国女優チョンヤン、今年9/17に SNS で公開した近況が話題に。2000年、MBC シットコム3人組でデビューし、セクシースターとして大人気に。2012年、4歳上の中国系オーストラリア人の男性と結婚。ドラマ愛の不時着がモチーフにしたとされる韓国女優の北朝鮮海域侵入事件、12年経て改めて話題に。事件記事はこちらした。